燃えてしまった店を借金で再建したジャム。賞金首もいなくなってしまった今、借金返済のためには客を集めて店を繁盛させるしかない。ジャムは旅に出ることを決意する。少しでも多くの客を集めるために。借金返済、商売繁盛ね。さて、誰かお客はいないあるか？あ、そこの社長さん。私のことかね？そう、今度うちの店新装開店した。ぜひ来てほしいね。それはおめでとう。しかし、私は食事を必要としないのでね。嘘の下手なおさんある。いいから来るね。悪いようにはしないよ。とんだ客引きもあったものだ。どれ、戯れてみるか。あまり妻を待たせたくない。急がせてもらうよ。Heaven or Hell! Final! Let's rock! おお、行こう！もう馬鹿にしてるのかね？バリク行くぞ。バリク、まあまあだな。結局逃げられたアル。お。お？何か用あるか？実は俺、今度大統領の選挙に出るんだけどよ。へえ、そうか。俺に投票してくれよ。私今借金返済でそれどころじゃないね。別に投票くらいできるだろう。じゃあお前、あたしの借金肩代わりするね。そしたら投票してもいいよ。なんでそうなるんだ。じゃあ今から勝負するね。片方の言うことを聞くっていうのはどうあるか？ああ、わかったよ。やってやるよ。これも大統領になるためだ。